はい、こんにちは。イネトラ超高期です。日付は2019年10月6日日曜日、本日から日本海編がスタートです。初日は鳥取県の漁港で釣りをします。とはいうものの、本日の早朝から早速天気が崩れています。日本の遥か南東海上にあった熱帯低気圧が発達し、午前3時に台風19号になりました。来週の3連休に本州を上陸するみたいです。波と風が強いため港内で調光をしました。ここは車で横付けできる場所で、休日のため人はわりかしいる方でした。それではご覧ください。